皆さんこんにちは、よしまるでございます。写真コンテンツとしてはとりあえずその2になるのかな。前回あの田園調布にね撮影した動画をアップしてみました。でタイトルがね決まりまして、よしまるの写真で GO にいたしました。で今後はこうしてあの僕が撮影に出かけたりとか、あと僕の作品の作例というかね、あの写真を見るだけでも楽しめるようなコンテンツ、それからこれからカメラが欲しい、買いたいっていう方と、これから写真をやりたいっていう方向けにあの初心者講座的なものもやっていけたらと思いますので、ぜひぜひね、あの写真コンテンツは今後もねチェックしていただけると嬉しいです。で今回ですね、今あの写真チャンネルからこのメインチャンネルの方に動画をもうあの移行するというか、そういったことにしようと思っているので、その写真チャンネルの方で一番評価が高かった、反響があった多摩川で僕が撮影しに行った動画をお見せしたいなと思っております。まあ、そのままアップっていうのができないので、ちょっとね加工っていうか、まあ、編集をしてあのアップする形になるんですけど、あのもう元データがないのでね、若干解像度が悪くて見にくかったり、あとあの外の音でかき消されちゃって声がちょっと聞きにくかったりもするかなと思いますけれども、まあとりあえずはあのキス M という機種でね撮った多摩川の撮影動画編をねご覧いただけたらと思います。公園がすぐそこにあるので早速撮ってみたいと思います。で、これが、まあ、今回レビューするキス M ですね。まあ、こう背負った感じは、まあ、18-150 なんですけど、そんなこんなになんない、ちょっと斜めになるぐらいかなと思いますね、カメラは。で、非常にめちゃくちゃ多分小さいですよね。こういう感じですごく自転車に乗ってても邪魔にならないですし、まあ、コンパクトで軽いっていうのは非常にいいと思います。では早速撮りに行こうと思います。いつもね、あの紅葉が綺麗なんですけど、さすがに今はね、大抵何も色がないですね。でも、まあ、何かちょっと届くかな。花もね綺麗なんですけど、ちょっと枯れちゃってるんで、ここはスルーしたいと思います。こういうね、なんか岩にね、影がかかってるのが結構綺麗だったと思うんですけど、でもね、葉っぱがね、ちょっと虫に
あ、これすごい可愛いですね。この、あ、なんだろうこれは。あまり緑っていうかがないですね。緑っていうか花が咲いていないっていうか、時期的にもう少しね咲いてればよかったかなと思う。大丈夫です。
この木のね、質感がすごく面白いんですけど、サルスベリっていう木なんですけどね、このえぐれが面白いので見てみたいと思います。面白いんだね、先は撮りたいんですけど、本当はスローシャッターでね撮りたいんですけど、三脚がないんで、とりあえず本気だけ撮ります。ちょっとね、花があるんで撮ってみたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今後はこうしてね、公園にいろいろ撮影出かけたいなと思ってるんですけど、まあ、僕が撮影に行くシリーズっていうのは多分月にね1回撮れるか撮れないかだと思いますので、まあ、その間にいろいろ作例紹介とか、まあ、写真教室的な、まあ、コンテンツをアップできたらいいなとは思っております。で、まあ、早速なんですけど、1個だけね、そのカメラの知識として、まあ、今回やってみようかなと思うんですけど、まずカメラの中にセンサーというものがあるのはご存知でしょうか。写真に全く詳しくないっていう人は、何センサーって思う人は結構多いんですね。で、こちらの画像をご覧ください。こうしたカメラの中には必ずセンサーというものが入っております。これがいわゆる心臓部ですね。このセンサーがないと写真撮れません。パソコンで言うともう CPU みたいなものかな。で、スマホにもこのセンサーが入っているから写真が撮れるんですね。で、よく一眼レフとじゃあスマホって何が違うの、なんで一眼レフがいいのって思う人っていると思うんですよ。スマホでも十分じゃんっていうね。確かに今はすごいスマホでも十分なんですよ。なんですけど、まずそもそもこの心臓部の、クオリティっていうか大きさが違うっていうことを、まあ、今回やってみようかなと思います。一番左がスマホとかコンデジに入っているものです。かなり小さいですよね。で、一番右がいわゆるフルセンサーというフルサイズ機っていうもので、まあ、プロが使っているものになるんですけど、これほどセンサーサイズというか心臓部の大きさが違うわけ、もう倍っていうところではないんですね。なので、まずここに違いがあるんですよっていうことなんですね。で、一般的には APS-C 機という左から4番目のセンサーが一般的な大きさです。一眼レフとかね。で、その左のマイクロフォーザーズっていうのは、例えばオリンパスペンとか、ルミックス、パナソニック機で使われている、フォーサーズ規格という呼ばれるようなものになります。ちょっと縦に長いって感じですよね。 APS-C 機はちょっと横に長いみたいなね、画角が違います。だから、で、その左の 1.0 というのが1型1インチセンサーって呼ばれるものなんですけど、今後僕はこの1インチセンサーで写真を撮っていきたいと思っております。まあ、さすがにね、一番左の、サイズだと、やっぱり画質的には厳しいんですよ。最低限やっぱその3倍ぐらいある 1インチセンサーから画質はぐんと良くなるんですね。だから1インチセンサー積んでいるカメラっていうのは高級コンデジとか呼ばれたりします。はい。まあ、なんですけどね、まあ写真部やって
ていると皆さんもう初心者なのにフルサイズ機とか持ってくるんですけど、いやいや、いきなりそんなフルサイズ機持たなくていいですよっていうのが正直な僕の感想で、あのプロが使っているカメラを使ったからといって自分の理想の写真になるっていうわけではないんですよ。僕とはあの1インチセンサーでも十分綺麗な写真が撮れると思っているんで、ちょっとそういうところをなんかあのやっていけたらなと思っております。はい。そうすると、あ、え、何こんな1インチでもすごく綺麗に撮れんのってね、あの気づく人が出てくると思いますので、まあ基本的にそのカメラじゃないんだと、その何をどう撮るかで写真ってやっぱり綺麗になるんだなっていうところをね見せていきたいなとはね思ってます。はい。ということでね、あのこういったセンサーサイズの基礎知識から徐々にあのどんなカメラがいいのか、でこのセンサーサイズがじゃあ大きさが違ければどんな差が生まれるのかっていうことも今後やっていきたいと思いますので、気になる方がいましたらぜひ、吉丸の写真で GO チェックしていただけると嬉しいです。では今回はね、多摩川で撮った、動画を少しご紹介してみました。まあ、今後もいろいろとどんどん写真はねお見せできたらいいなと思っていて、写真やりたいと思ってないくても、あの見るのが好きだっていう人にも楽しんでもらえるようなコンテンツになっていくとは思いますので、よろしければね、チェックしてみてください。ではまたお会いしましょう。吉丸でした。さようなら。